熱を発する部分っていうのは結構サウナの条件整ってて、テレビに出てるサウナだとかどうしても反発で受け入れられなくて、運動とかサウナでやる汗はおそらく出尽くしちゃったと思うので、あ、サウナダヒロユキと申します。サウナダヒロユキさんですか？はい、サウナダヒロユキと申します。お願いします。真田広之さんをちょっと文字ってつけられたんですか？真田広之さんっていう俳優さん存じ上げなくて申し訳ないです。今サウナは第6次サウナブームって言われてるぐらい、ずっと昔からあるもんで、また落ち着いてはブームに火がついて、落ち着いてはブームに火がついて、なかなか入りづらかった女性も入れるようになったということと、それからサウナの聖地と言われる数々の聖地がもう一度ピックアップされて、若者たちがそこに足を運ぶようになったということ、サウナって本当に清々しいものだ、生活の一部にしてもいいものだという俳優さんだとか著名人の方がそこを選択肢に選んだということで、メディアが取り上げたこと、それはかなり大きいと思いますね。まあ、20歳ぐらいの時からサウナ行ってるんで、まあ、20年以上経って自分の体も変わってくるし、サウナのことめちゃくちゃ嫌いになっちゃって、自分の中ではサウナ反抗期って言ってるんですけど、その流れで変声期が来たんですね。なんか自分がサウナのこと喋ってる声が嫌で、何なのこの声っていう感覚になって、その変声期を抜けたら今度まさに今が思春期で、反発したくてテレビに出てるサウナだとか、なんか本に出てるサウナとか、周りの自分のサウナ仲間が言ってるサウナっていうものがどうしても反発で受け入れられなくて、とにかくサウナ教、サウナ総体、サウナ坊、サウナ会、サウナ検査、サウナペアレンツ、目の前の既存のサウナから目を伏せたかったですね。で、野良サウナっていうのにたどり着いて、で、野良サウナっていうのにたどり着いて、で、野良サウナっていうのにたどり着いて、はい、野良サウナとはいわゆる一般的に、世間一般的にサウナとして認定されているサウナとかではなく、自分本も出して出版してるんですけど、熱あるとこはみんなサウナという本があるんですけど、熱を発する部分っていうのは結構サウナの条件整ってて、施設でもないし、お金を取る場所でもないし、サウナダヒロユキがサウナじゃないかっていう、サウナの条件として近いんじゃないかと断定した、まあ、サウナ施設のことを野良サウナと言います。結構ひねくれてますけどいいですか？私、サウナダヒロユキがおすすめする野良サウナ、桑森さん宅の押し入れ、桑森さん宅の、桑森さん宅の押し入れ、押し入れ、押し入れなんですけど、結構暑くて夏は、はい、ここに、おお、いた、何セット？2セットね。いい、ごめんね、先客ちょっと行っちゃったんです、すみません。ちょっと映っちゃっていい？あ、いいです。よいしょ、よいしょ、あー、いいね、湿度が半端ねえな。ごめん、すみません、閉めまーす。あっちー。いわゆる業者が生み出すサウナの温度じゃなくとも汗はかけるんじゃなくないかなって思ったのが始まりなんですけど、なんかね、もっと日常の中にあるサウナを味わいたい、
汗がかければサウナだし、汗がかければサウナだし、汗がかければサウナだし、そしてその熊森さんの生活環境の匂いとか、湿度もあるし、あとはそのこもった温度とかが絶妙で、ああ暑い、嫌な湿気、嫌な湿気を、はい、行きます、おお、やばいやばい、やばい、気持ちいい、このコースはやばい、押し入れの絶妙な不快感からのこの嫌な汗からのこの水風呂がめちゃくちゃ近くていいっすよね。片付いた。お疲れ様でした。ああごめんごめん。めちゃくちゃ片付くね。自分の中で、いろいろ思ってることとか迷ってることとか。今まで気にしてた細かいこととかいらなくなって、全部整理されて片付いちゃうんですよね。めちゃくちゃいい、まあ、整うってことですかね。あ、今流行りは整うっていうことですけど、自分の中ではその整うじゃ満足できなくて、整えたんだったらその荷物どうするのって思うんですね。整えたんだったら整えたままでいいの、じゃあそれ片付けろよって。真田広之がおすすめする意外なサウナ、皆さんの自宅にもあるはずです。やってみてください。テレビの裏です。テレビの裏です。テレビの裏です。これ私がおすすめする、いわゆる熱がある場所には絶対にサウナがあるっていう部分で、テレビの裏がだいぶ熱持つんですね。金曜ロードショー見た後とか特番見た後とかは裏が熱持ってるんで、そこにいて少ししてるだけでじわっと汗が入ってきて、なんかその汗がまた今までに味わったことない汗ですね。3時間4時間かけてじっくり汗かく、この後がめちゃくちゃ片付きますね。自分サウナ田博之が絶対に行ってほしい行くべきサウナだとして皆さんに紹介したいのが、新宿にあります行きつけの中華サウナです。中華サウナ、中華サウナ。厨房の暑さって、バイトもしたことありますし、カウンターに座ってると感じるんですけど、サウナに匹敵するんですよね。でまた何がいいって、もちろん暑い、体の芯からじわじわ出てくる汗、それからランチタイムの後の名残の中華の匂いも食欲もそそるし、麻婆豆腐の匂いもまだ残ってたりして、やっぱり中華の暑さは暑いっすね。単純にで、大将が機嫌がいい時にラッキーな時間に遭遇するとフライパンロウリュウってのがあって、フライパンの熱したフライパンの中華鍋の上にちょっとした豆板醤とかオイスターソースとかで蒸発で香りを散らしてくるんですよ。それがもうめちゃくちゃ汗かくし、
お客さん側から見ればよっぽど暑いからね、商売でやってても俺なんかそうね、2、3回は倒れてるよ。あ、もうほんとね、俺に言わせるとね、物好き以外ね、ほんとにやめた方がいい。最初はね、驚きましたね。そうですね。今後、あのね、サウナ座さんに教えていただいて、なんかの熱があるところにはサウナがあるっていう言葉がね、ありまして、なんかその言葉がすごい響いて、あ、どこでもサウナってなるんだっていうのが気づきました。真田広之さんって、あの俳優の真田広之さんから多分名前取られてるんですよね。真田広之さんっていうのはちょっと僕は、あの国際的な有名な俳優の、ちょっと僕は存じ上げないですね。わからないですね。真田広之さん知らないです。そうですね。自分が考えたのは、運動とかサウナでやる汗は、もうおそらく出尽くしちゃったと思うので、普通の生活よりもうプラスワン少し汗が出る状況っていうのをサウナって考えれば、なんかもっと視野が広がって、例えばなんか嫌なとこ疲れて、待って汗かく、一瞬汗かいちゃったりするのもサウナだし、もっと冷や汗、油汗っていうのをかいていきたくて、浮気して不倫して女房に突きつけられるぐらいが一番のサウナですよ。浮気バレちゃったこともあるんです。こないだ最近どでかいサウナ行っちゃいました。めっちゃ汗かきました。片付いた。Word to the world。 作る人々、クリエイター71人のパワーワード。エネルギーの源、キブラドベレシェン、デルドベシェワンテテクリエイターズファイル、エネルギーで、ピースンで、ユレデシワンテン、デメレンデン、デパリコレシテンのツイジミン、エルディアルソンダタニア、チケテンディ。エクリエイターズファイル、インチュート、インプリン、エレントシマント、ゲームリスシャルワー、チェック、デルバチネン、クリエイターズファイル、ボンジュー。